こんにちは。今日はですね、こちらの中国のアリエクスプレスで購入したスーパーファミコン風のコントローラー、これ USB のね、コントローラーなんですけども、こちらでね、最近のゲームやったらどうなるのかということで購入してみたんですけど、今日はこちらのレビューではなくて、ただ分解してみる、中身がどんな風になってるのかやってみたいと思います。すごくスーパーファミコンの昔懐かしい感じで、ここに本当は任天堂って書いてあるんでしょうけど、ここはね、何もなくてね。はい。そしたらですね、まずこの後ろの 1,2,3,4,5,6 本のネジを、5本か、1,2,3,4,5 本のネジを外していくと。外していくっても多分これね、単純なので、すぐ終わっちゃうかもしれない。ただ分解していくだけの動画でございます。よろしかったら今のうちにね、いいね、チャンネル登録いただけましたら、とても嬉しく思います。多分開けて終わりかもしれない。めっちゃ短い動画になっちゃうね。はい。もうね、ネジを外した時点でもう少し浮いてきたと。おーっと。これ非常に簡単な作りですね。こんな感じですね。一応これがこう外れるようになってるのか。LR がちゃんとこう、外れるようになってて、ここが LR のボタンですかね。一応これ外して、見ましょう。非常に簡単な作りですな。こんな感じね。各ボタンの接点がありの、こんな感じですね。非常に単純でね、ラバーパッドが LR のがついてて、十字のパッドと、で、こういう感じか。ただこれだけだね。はい。ということで今日の分解動画はこれにて終了でございます。まあ、なんてことはないね、動画でしたけども。こちらね、確かね、1000円ぐらいで売ってたのかな。こんなのでいいですよね、コントローラーね。私いつも複雑なコントローラーの修理してますけども、このように簡単なコントローラーの方がメンテがしやすくていいかなと思います。はい。それではですね、とても短い動画でしたが、最後までご視聴ありがとうございました。よろしかったら高評価、チャンネル登録、コメントなどいただけましたら幸いに存じます。こんな動画でね、何のコメントしていいかわかんないと思うんですけれども、無理やりにでもしていただければ、とても嬉しいです。それでは、次回の動画までどうぞごきげんよう。